南アラビア文字は、現在のイエメン周辺地域でかつて使われていた、セム語の古代南アラビア語を表記するために用いられていた文字。アザ型、発音などからして、ウガリット文字や、ハラカナ文字、フェニキア文字など、他の古いセム系文字と関連があることは、間違いないが、どのような過程を経て成立したかは分かっていない。7世紀以降、 アラビア半島のイスラム化によるアラビア文字の普及で使用されなくなった。この南アラビア文字からはゲーズ文字が派生している。古代南アラビア語のうち現存しているのは主にサバゴの碑文であるが、他にハドラマウト語、カタバン語、ミナ語のものが少数ある。初期のサバゴ碑文は主に牛公式に書かれたが、それ以外は右から左に書かれる。 文字はフェニキア文字より7文字、多い29文字がある。うち28文字は現在のアラビア語でも区別されるが、これは両方の言語で古いセム語の子音の区別が残っているだけであり、アラビア語と古代南アラビア語が特に近い関係にあるわけではない。協調音以外の3種類の S の区別は、ヘブライ語や現代南アラビア諸語での同様の区別と対応する。 南アラビア文字の碑文は、紀元前千年期の初め頃から、紀元後6世紀中頃までのものが1万点以上存在する。碑文文字の他に、筆記台風の文字で木の棒に書かれた、おそらく2から3世紀のサバ語の資料があるが、こちらは、判読が難しく、まだ一部しか研究されていない。石刻碑文の内容は主に落書き、建築記念、 文字行動の記録、法律文書、母碑である。木の棒に書かれたものは少なくとも一部は、法律文書や、経済的文書であり、手紙の形式で記されたものもある。南アラビア文字の順序は、よく知られた北西セム文字の順序とは全く異なり、以下のように並ぶ。この順序は、ゲイズ文字のものとよく似ており、かつては、時代の新しいものと考えられていたが、 これと、基本的に同一の文字順序を、うわりっと文字で書いたものが1988年に、ラス社村から発見され、またベトシミシュからも、紀元前1200年の資料が発見されたため、現在では、北西セム文字と少なくとも同じくらい古いものと、考えられている。ユニコードでは、以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。